はい、こんにちは。今日は東京理科大の問題です。問題はこちらです。 60-7 の近似値は 0.8451 であると。で、ある整数 x に対して7の x 乗が15桁の整数となるとき、7の x 乗の最高位の数字はいくつかといった問題ですね。まずはこれなんですが、この x の値を決定してみましょう。この7の x 乗が15桁なので、これっていうのは10の14乗以上10の15乗より小さいよ。この範囲ということがわかりますよね。つまり、じゃあ例えば2桁だとすると、7の x 乗2桁だとすると、10より大きく100より下。つまり10の2乗より小さいよ。こういうふうに表せますよね。で、2桁であればここが2になるよと。で、今15桁ですので、ここが15。で、それ引く1したものがここという形になりますよと。ということで、この範囲になります。で、今これ、ログ10を取りましょう。ログ10を取ると、ログ10の7のかける x というふうになりますよと。で、こっちは15になって、こっち側が14になりますね。この範囲ということになります。で、60の7っていうのが今与えられているので、0.8451 で全部割りましょう。0.8451 分の14。こっちも0.8451 分の15。で、ここが消えますよと。で、x の範囲がこの範囲と。で、これ計算すると、こっちが16点いくつになるんですね。で、こっち側が17点いくつっていう形になります。ですので、この範囲に挟まれた x は整数ですから、x っていうのは17ということで決定しますよと。じゃあ x17 で決定したので、7の17乗を調べたいよということであります。つまり今7の17乗っていうのが10の14乗以上、10の15乗より小さいよと。で、これ60を取ったのがこれですよと。60取ると17、60の7ですよと。で、これが14以上、15より小さいよってことですね。じゃあ今これを調べたいので、じゃあこれを、まあ、ちょっとラージ A と置きましょうか。そうするとこの値っていうのは60を取ったわけですから、60の A ですよね。で、この値がこの範囲ですよと。で、これってね、計算できますよね。60の7っていうのは 0.8451 ですから、それに17のかけると、これ計算しましょう。これ17かけると7で、35で、7728ですから31、8756で59、で、1548ですね。すると766の13、打ち上がって14と。ということで 14.3667。この値っていうのは 14.3667 というふうになります。つまり、この60の A っていうのがこれですよということが分かりました。つまり A っていうのは10の 14.3667 乗ですよっていうことが分かりますね。つまりこれっていうのは10の14乗かける10の 0.3667 乗ですよと。まあ、こんなふうに分けることができますよと。で、こっちの10の14乗っていうのは0が14個後ろにつくだけですから、まあ、この最高位の数字には影響しないよと。じゃあこの最高位の数字に影響するのはこっち側ですよね。で、0.3667 っていうのは、これは10の0乗よりも大きくて10の1乗より小さい値ですよね。0と1に挟まれているよということなんで、10の1乗は10、10の0乗はこれ1ですから、1より大きく10より下の範囲。つまり、まあなんか、例えば 2. 点いくつとかであれば、これの最高位の数字は2ということになるわけですね。つまり 2. 点いくつに10が14乗かけると、小数点が変わるだけですから、最高位の数字は2になるよと。で、これがもし 3. 点いくつであれば3になるわけですね。最高位の数字。ということで、これの最高位の数字、この1の位の数字を見てあげれば OK ということになります。ということで、これをあと調べていきましょう。では、あとは10の 0.3667 乗、これの範囲をもうちょっと狭めていきたいよということで、今使えるのはこれですよと。60の7っていうのが 0.8451 ですよね。ってことは7っていうのは10のこれ乗。0.8451 乗ですよと。で、この数よりもこれっていうのは小さいわけですから、この7よりも小さいということがわかります。つまりこれは7より小さい数だと。で、もうちょっと範囲を絞っていきましょう。で、これを2分の1しても、それよりも小さくなりますね。つまりこれルート7を取りましょう。これの2分の1乗をすると、ルート7。これ2分の1乗をすると10の0.42255 ですよね。これ2で割ったもの。で、これよりも小さいよと。つまりルート7より小さいということがわかります。じゃあルート7っていくつかっていうと、これは2より大きく3より下の値ですよね。ですので 2. 点いくつの値。これ 2. 点いくつって値ですから、つまり1より大きく 2. 点いくつっていう値より小さい数だということがわかりました。ということはこれ 1. 点いくつ、あるいは 2. 点いくつっていう値になりますね。この範囲ですからこの範囲、どっちか。ということは、これの最高位の数っていうのは2か1か、どっちかということになります。じゃあ、あとはこれを決定 していきましょうと。じゃあ、もうちょっと範囲を絞りたいんですけれども、あとは、
2より大きいのかどうかっていうのを知りたいということですね。ですので2と10を比べましょう。2が、つまり2っていうのが10の何乗になるのかっていうのを調べましょうと。これを調べたいということで2と10を比べましょう。2と10を比べたときに近い値で、何乗かしてあげて揃えていきたいと。じゃあ例えば2の10乗っていうのがこれ1024ですね。これは10の3乗。1000。これと比べると近い値だなと。まあ、これでこっちの方がちょっと大きいですよね。ということでこうなるよと。でこれだとどうなるかっていうと、ログ10を取りましょう。ログ10を取ると10のログ10の2ですよね、こっち。でこっちログ10取ると3ですよと。ということで、これは3より大きいよと。で、10で割ると10分の3より大きいよ。60の2っていうのが10分の3。これ、つまり 0.3 ですね。ですから、これは2っていうのは、10の 0.3 乗より大きいよと。いうのが出てきます。ということで、2っていうのが10の 0.3 乗より大きいよ。ただこれっていうのは、これは 0.3667 っていうのは、これより大きいわけですから、結局、これ2より大きいかどうかっていうのは、これだけではわからないですね。この値っていうのは、これより大きい値。これよりこっち側に来るのか、こっち側に来るかはわからないので、これが今2より大きいのかどうかを調べたいんですけども、これだけだとちょっと不十分だということで、まあ上から挟みたいよと。これ上から挟みたいと。じゃあ、今度どうしようかってことなんですが、まあ別の値を比べましょう。2と10なんですが、何乗して近い値を見つけたいよと。今、2の10乗が10の3乗。1024でしたよと。これ2と比べたわけですね。10の3乗と比べましたよと。で、今度これ2倍すると、2の11乗っていうのが2048。2の12乗は4096で、2の13乗は8192ですね。で、これで1万と比べれば、まあ、ちょっと近い値になるだろうということで、まあ、13乗で比べてみましょう。2の13乗にするとこれですよと。8192。じゃあこっちは10の4乗としてあげて、これ1万ですよと。これだとこっちの方が大きいよということで、上から挟むことができそうだと。でこれで60を取りましょう。そうすると13の60の2ですよね、こっち。で、60取ると4。ということでこうなります。で、これ13で割ると13分の4。ということで10の13分の4乗より小さいよ、2が。ということになります。で、これは計算すると、4を13で割ると 0.3 で39で1で0の7ですね。で91で9と。0.307 いくつって値ですよと。307ですね。という値になりますよ。つまり、これっていうのは10の2っていうのが10の 0.307 いくつ。これより小さいよと。ということで、上から挟むことができましたよ。ということで、この範囲だと。2の値っていうの。ということなんで、これとこれ比べたときに、これ3667ですから、307よりも大きいですよね。これよりも大きいよと。10の 0.3667 っていうのは、これより大きいよ。つまり、この範囲に2っていうのがあるわけなんですが、これより大きいよ。つまり、2より大きいっていうことがこれで言えましたよと。ということで、この値っていうのは2より大きいよ。0.3667 は2より大きい。そして、2点いくつより小さいよと。まあ、ルート7ですね。ルート7。まあ、2点いくつより小さいよということが言えたんで、この範囲、これっていうのは2点いくつの値だと。こっちだということが分かりました。ということで、最高位の数字は2ということで、求めることができましたということですね。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。